スタンドに詰めかけたサポーターの声援で会場はとてもいい雰囲気に包まれています。この時間は岩田対山形、こちらをご覧いただきます。天候については現在こちら現地は晴れています。今日は好条件でのデーゲームとなります。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。北澤さん、442のシステムで今日来ているんですが、ツートップです。これは監督何を期待するんでしょうか。そうですね、まあ、ツートップだけで点が取れるということですよね、うん、やっぱり2人だとうまく起点になって、もう1人がこううまくそれにサポートしながら突破できるという形が作れればという狙いはありますよね、うん、このツートップの機能なんですけれども、それぞれにどういう役割、理解、戦術理解、これ期待するんですか。そうですね、今日の場合でいうと1人ターゲットになってますので、はい、で1人シャドウで動けるところで、非常にこう2人でも攻めていけるんじゃないかなと思いますからね、はい、トップが競った後のこぼれ球をその選手が拾うことによってチャンスが作れるという狙いがありますよね、はい、仕掛けるタイミングを図る、スペースを狙う、さあパスを受けるタイミングが絶妙でしたよね。しっかり出しててイメージが共有できてないとこういうもらい方はできないですからね。相手ディフェンダーも一歩対応遅れてましたね。こういうコンマ何秒の判断の差で何かっていうのがフットボールですからね。そう考えると見事なゴールですよね。この時間に先制に成功です。勝負のシーン、打った、シュート、サイドを使う、上がる、サイドへ、ボールがつながる、シュート、ここで得意のカウンターがまさに炸裂しました。フィニッシュまでの形、北澤さんいかがでしたか。いや、素晴らしい展開でしたし、迷いがなかったですよね。相手の守備のブロックを切り崩すボール運びでしたよね。さらに1点を追加し2対0としています。素晴らしいシュート、さらに来る、素晴らしいゴールですね。連続ゴール、いやー、よく詰めていましたね。まさにポジショニングセンスが光ったゴールですよね。しっかりと次のプレーを予測しているので反応ができるんですよね。見事ですね。現在3対0と相手を多く突き放すリードをしています。仕掛けるか、シュート、うん、決められなかったか、中央絶好のチャンスでしたけどもね、うまくコントロールできなかったですね。左サイド上がっていく岩田、ここでファールをもらいます。頭だ、チャンスで、アシストを記録しています。柔らかいボール、
太田、さあどこに出してくる、フリーだ、シュート、止めた、もう一度来た、もう一回押し込むか、触る、ボールをクリア、パスを出す、上げてくる、太田、裏のスペースを狙う、シュート、ここで前半が終了しました。前半だけで3ゴール、後半スタート、西、太田、裏を狙っていきます、シュート、決められない、中央、十分相手を引きつけたことによってセンター不利になりましたよね。ジウシーニョ、スルーパス、裏へ抜けた、さあシュートレンジだ。この後はどうご覧になりますか。まあサッカーやってる人は分かると思いますけども、サンズレタシュート、シーマーが、両チーム同じタイミングで動いてきます。チェックを受けますが動じません。太田、ここで前を向けるか、来た、シュート、いけるか、シュート、キーパー、キーパー好セーブを見せています。好セーブを見せました。これ仕掛けるか、チャンスを演出できるか、さあ繋がるか、仕掛けるか、どうする、さあゴールに向かっていく、さあ上がる、松浦、シュート、これはディフェンス陣が焦った形になりました。しかし惜しいシーンです。山形、選手を変えるようです。さあ右へ預けて、これ仕掛けるか、緩いボール、佐藤、ジェコビッチ、来た、シュート、決めた、あと2点というところまで来ました。北澤さん、これうまくマークを外しましたよね。そうですね、これは打つ前のパス交換が綺麗でしたよね。相手ディフェンダーは完全に翻弄されて対応遅れてましたからね。やはりマークを振り切る動きと決めれるところで決めることができる決定力がこの素晴らしいゴールを生んだんじゃないでしょうかね。岩田、最後の交代枠を使います。流れを変える1点となるんでしょうか。山形、これで交代枠を全て使い切りました。よーつ、チャンスを演出できるか、縦へのボール、これはファールを取られました。さあここでカウンター、裏へ出るか、これはどうだ、いけるか、やるか、シュート、スイド、裏へ届くか、いいボールですよ、ここ拾って次に宮崎、ここで笛です。3対1、岩手勝利です。